こう野菜とか切ってもすごいって思うでしょ。まあまあ全然思ってないね。なんかていうかバーって筋肉マンってこっちだよ、こっちだよ、はい、ね。キキちょっと何してん。何。そう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 。当たりそう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。第10代クラッシュスーパーフェザー級チャンピオンの中島千尋です。今日は僕が好きなオムライスをねねちゃんとキキちゃんと一緒に作るっていう動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは野菜を切っていきましょう。ピーマンから切りますか。真ん中切ったらほら種があるでしょ。この種をじゃあここに捨ててください。はい、はい、ガッて取っちゃって、ガッてこうやって取れた。綺麗にできた。取れた。そしたらピーマンを切っていきます。まずは細く。じゃあちょっとやってみよう。じゃあ姉ちゃんがいく。はい、ここ危ないから気をつけてね。はい、で手はこうやって指があると切れちゃうから、ここでガードと一緒、カクク、これぐらい、カクク、そう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 、いいね、上手。ちょっとやってみる。顔が緊張するね。気をつけてやってみようね。ここで、はい、そう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 、ガードしていて、お、いいね。オッケー、いいね。玉ねぎは何やるの？玉ねぎも切るんだよ。そしたらじゃあ剥くのお願いしようかな。はい、はい、はい、そうそう、ここが包丁と同じで危ないから気をつけてね。このまます。わかった。はい、おっす、おっす。ケーキ剥くの簡単。本当？すごいね。調子出てきたね。パンチとキックとどっちが簡単？どっちも。どっちも。マジで。普段料理とかする？しません。しません。ほとんどしないね。お母さん毎日こう野菜とか切ってるすごいって思うでしょ？まあ。まあ。全然思ってないね。中島選手は毎日やるんですか？はい、そうですね。外食しない限りはほとんど毎日作ってます。ひどい匂い。たまに。臭い。臭いね。おー、いい匂い。臭い。いい。今度はさっきよりちょっとレベルアップ、2個一緒に切ってもらいます。玉ねぎ、うん、オッケー。ちょっと臭い。オッケー。無限モード入ってたね。そうそうそう、上手。そう、キキちゃんもやってみようかな。うん、そうそうそう、おー、上手。いいね。おかえり。ご飯作ってくれてんだよ。おかえり。キキちょっと何してんの。何？リンゴジュースコップに入れてんの。ね、ビデオ撮ってんですけど。ね、ちょっと朝練は何してんですか。うん、おお、結構あれだね、マニアックなこと聞いてくるね。朝練はね、一応日曜日以外毎日するんだけど、朝は必ずね走ります。走る。ランニングします。いいな。ランニングはね、でも結構ね大変だよ、ね、きついよ。坂道ダッシュとかさ、階段ダッシュとか、そういうのいっぱいやる。で、やった後はトレーニングをします。体の筋肉を作るトレーニング。例えばなんだろう、ダンベルってわかる？わかんない。わかんない。ダンベルってさ、重いやつがあるんだけど、重いのをこうやって持ち上げたり。わお、すごい。そう。あとはタイヤあるでしょ、車とかの。あった。ない。タイヤあるでしょ。あるでしょ。タイヤをひっくり返す。ひっくり返したり、あとハンマーで叩いたり。そう。そういうトレーニングを朝やってます。え、じゃあ俺が今度質問していい？はい。ねねちゃん、キキちゃんは朝練はやってますか？やってます。やってます。すごっ。サンドバッグとか。うわ。え、でもさ、
ジムにも行ってるんでしょ、うん、毎日、はい、ほぼ毎日、ほぼ毎日行ってるんでしょ。それなのに朝のサンドバッグとかやるの。はい。え疲れないんですか。うん、はい。なんでわかりません。わからない。わかりません。だって俺はもう朝も昼も夜もサンドバッグやったら疲れちゃうよ。疲れない方法を教えてください。こうよし、次前食べてる。こうこう。じゃあ今度は鶏肉を切ります。はい、はい、鶏肉大好きな人。はい。おお。じゃあまたちょっとね切ってもらいます。はい。じゃあまず姉ちゃん、そうで押すときにちょっと力を入れる。お、上手。そう、キキちゃん切ってみましょう。硬いでしょ。はい、大丈夫。グッグッグッ、オッケー。よし、オッケー。いいよ。将来の夢は何ですか。 K-1 のチャンピオンになって、うん、いっぱい人と戦うことです。うわ、すごいね。いっぱい人と戦うの。うん、戦うの怖くない。怖くない。え、なんで。痛いじゃん、だってパンチとかキツく。じゃあ我慢する。我慢、泣いちゃわないの。本当。焼いていきます。鶏肉を最初焼いていきます。まあ火は知っての通り熱いです。入ってる。知ってる。熱いから火に当たらないように気をつけてください。はい、いいですか。はい、はい。よし、そしたら、お姉ちゃんに味付けをしてもらおう。味付け、はい、塩、コショウ、はい、上からかけちゃってください。はい、ババババババ、はい、そうそうそう。もうちょい、もうちょいかな。 OK。 じゃあ今度は野菜を入れていきます。はい、はい。じゃあご飯、自分が食べる分をよそってください。ここにポン。熱いから気をつけてね。こんぐらい。よし、おいで。じゃあこう乗って。はい、オッケー。ケチャップを入れます。はい。真ん中というかバーっていいよ。かけちゃう。ここにバーっていって、そうそう、丸丸かくように。よし、オッケー。姉ちゃんもかけちゃってください。この辺、この辺。わー、オッケー、いいよ。しゃもじありますか。しゃもじっていうか、あの、へら。へら、へら、あるかな。へら、これじゃん、これなんでしょうか。持ってきました。何に使うかな。ご飯すくう。そう、正解。ここにご飯を入れてボンってやったら砂場みたい。砂場みたいだね。オムライスのね、ご飯の形、お皿を乗せます。これをひっくり返します。ここ熱いから気をつけてね。真ん中にグッと押さえてみて。せーので、一緒にね、一緒にひっくり返すよ。せーの、ひっくり返す。そう。お、いけた。で、ゆっくり上げてください。ほら、できた。チキンライス。チキンライス。簡単。簡単？できる？やってみようじゃあ。はい、上、もっと真ん中押さえてください。はい、せーの、ひっくり返す。お。お、お、お。よし。よし。ゆっくり。せーの。おお。巨人な選手いたら怖いよ。姉ちゃんとキキちゃん勝てるかな。勝てる。すごい。武器揃えばね。あそこにもある。え？中島選手が着てる T シャツの何かわかる？筋肉マン。あ、知ってんだ。すごいね。知ってんだ。なんで知ってんの、筋肉マン。なんかどっかで知った。え、キキも知ってる？マジ？筋肉マンってこっちだよ。そうだよ。ね。
こっちだよ。知ってるっしょ。うわ。あれだよね。知ってる。どっちじゃあ筋肉マンだ。筋肉マン当てて。中島選手、筋肉マン大好きなんで。そうね、大好き。これアンパンマン知ってる？知らない。アンパンマン知らない？知ってる。知ってる？俺が小さい頃はアンパンマンじゃなくて筋肉マンを見て育ったの。だから筋肉マンが好きになっちゃった。やれた？スライムみたい。スライム。クリームが開かないね。そう。起こさないよ。赤。お。そう、そうやって。いいよ。そうしてごらん。よし。ありがとう、助けてくれて。学校でいつもそうしてるもん。これじゃあ入れるか混ぜてください。はい。え、そこに入れた。そう、ここに。お。黄色くなるまで。うん、もう黄色くなるまでやっちゃっていいよ。どうできました。はい、よし、じゃあ貸してください。はい、行きます。はい、で、これをオムライスの上に乗っけていきます。うまく乗せなかったらごめんね。はい、これすごい苦手なんです。よいしょ。はい。おー、すごい綺麗。ママ終わったらさ、もう中島選手帰っちゃう。夕方からはね、また練習があるんだって。今、夕方？姉ちゃん、キスちゃんはもう練習は今日なし？いや、まだあります。お、ジム行くの？いや、もうジムは終わりました。お家で？お家で。おー、すごいな。おい、できました。ケチャップどうする？綺麗なのにする？それともなんか？ハート。ハート？よっしゃ、姉ちゃん、何にする？K-1。 どう？ K-1 できた？はい。おぉ、いいね。これ、おぉ、あ、そっち系か。見た？よし、完成です。完成です。の、いただきます。はい、いただきます。チキンのとこがチキンあるよ、ほら。あ、いた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 。ゴム食べたい。ゴム食べよう。じゃ切ってもらおうか。どう、美味しい？美味しい。あ、よかった。ありがとう。中島選手、練習しに行ってくれてたんだよ。ちょっとそうですね、練習しました。オムライスのことなんですか？いや、もう普通にあの福岡さんって言って、ずっと足立区で長いお店で。足立区ってすごい。お、食べた。どう？お、食べてる。おいしい。お、無言で食べてる。おいしいんだね。お、すごい黒いじゃん。お、鶏肉大きいね。当たりじゃん。お、自分で作るとおいしいでしょ。大変だった。楽しかったよ。楽しかった。こんなにやったの初めてだね、多分ね。ブランコあった。ブランコ、おいしい。おいしい。おいしい。ボー君は何歳ですか？2歳。2歳。じゃあ中島選手は何歳でしょうか？わかるかな。あ、26歳。うわ、惜しい。28です。28？ 惜しい。29。違う。27。正解。じゃあ中島選手のジムはどこでしょうか？ジムの名前。名前。有名だよ。わかる？そう。目は余裕でわかるね。うん。キキわかる？POD だから。お。ヒント POD。POD や。パワー。パワードリーム。おお、すごい。オブドリームね。すごいね。あれ、池内のりこ選手。おお、そう、のりちゃん、のりちゃんいる女の子、唯一一人だよ。あと、ここだい。
足立区の SH 中野コータ。おー、コータくん正解。江川ゆうき。おー、江川くん。そう、ゆうきくんもいる。キャッチフレーズわかるよ。何？足立区の怪物。おー、すごいね。何でも知ってんね。パコーン、パコーン、パコーン、ブランコ買った。ご飯食べる？はい、食べたい。狭い。うん、うまいね。普段って何食べるんですか？でも試合決まると本当にもう、いわゆるブロッコリーだったり、鶏肉、ささみだったり、ささみ、さつまいもとか、鶏肉、さつまいもとか、さつまいもとか、アボカドとか。でも基本は試合決まってない時は僕は、ちょっと腕に節制してるんです。うん、うん、自分で食べたいものをこう作る感じです。もいもいって。おじさん、ごくん元気だね。聞きまーですよ、ほんとに。中島先生、空手やってたんだよ。そう、俺もね、4歳からやってた。4歳きっとやってた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。おたばいか、卵が美味しかった。みかん、パエリア、チキン、コキーカ、全部食べたでしょ。じゃあ開けたって。ねんねんこーた、今日は動画撮ってくれてありがとうございました。ありがとう、すいません、わざわざ。美味しかった？ご人参美味しかった。人参食べた？わざ。すごいね、正座して偉いね、こーた。当たりそう。ありがとうございます。ありがとうございます。やったね。2回ありがとうございます。これからもいっぱい練習頑張って、将来選手になってください。はい、はい、おいし、キックいいじゃん。うん、おい、キック、おいし、キック、おいし、パンチ。あれ、なくなっちゃった。ワン、ツー、はい。うわ、うまっ。うわ、ジャンプ、はい。おお、ジャンプ、ワン、ツー、うわ、うわ、おお。高いね、足。よし、はい、もう、ツー。